おはようございます。英語 YouTuber の高野文夫です。今日は11月14日木曜日、高野文夫のマイビデオダイアリーをお届けいたします。いつもコミュニケーションに特化してワンポイントをお話ししてますが、前回はシリーズで約1週間イギリスのプレゼンテーションカリスマリック・バーリーのテクニックについてお伝えしましたが、話題を変えてですね、今日は2回目ハーバード流交渉術と私の交渉率の違い、ネゴシエーションについてお話しいたしますが、今日はその2回目になります。皆さんネゴシエーションの技術をですね、身につけてしっかり対人コミュニケーションに強くなってください。私のですね、ネゴシエーションセミナーは、ハーバード流交渉術を幹にしてますが、それを UK、ブリティッシュ、英国流にですね、少しアレンジしまして、そして日本にですね、合うように、欧米式ネゴシエーションを改良してます。というのは、欧米式はですね、ウィンウィンとは言うものの、ウィン・ルーズの感があります。ウィン・ルーズが否めません。そのいかにもウィン・ウィンのように交渉は持っていくんですが、よくよく考えてみるとですね、あれ？ルーズじゃないの？というですね、ところが往々にしてあります。島国の日本とかですね、UK ではですね、一旦人にルーズ、損をさせるとですね、サステイナブルな永続的な商売ができなくなりますので、日本の長い伝統のある近江商人の考え方とかを入れてですね、私のネゴシエーションセミナーは書いてます。まあ高野流ネゴシエーションはですね、文科省関係あるいは国立の大学院生へのトレーニング、あるいは一般企業でもですね、割と大手中堅50社ぐらい採用してくださってますから、まあなんだかんだですね、100機関ぐらいすでに採用してくださってます。レビューしますとですね、ハーバード流交渉術をベースにしてイギリス流で補強し、日本に合うようにですね、日本の商習慣を取り入れた上で強めてやるのが高野流交渉術です。これはですね、なかなかですね、この3分間で説明するのは難しいんですが、そのあたりのですね、解決をどのようにしているかというのはセミナーとかで、まあ、お伝えするわけですけれども、大体のですね、概念がそんなものだというふうにお考えいただければありがたいと思います。またこの続きはまた続きますので、今日はこのあたりにしておきます。夕暮れのですね、日比谷公園からお伝えいたしました。